赤富士スロットのセカンドチャンネルです。クリスロットです。カリフォルニアやラスベガスで人気スロットを紹介したり、スロットの遊び方をクリスロットチャンネルと一緒に実践動画を配信していきます。こんなスロットやってみたい、見てみたい、そのようなリクエストがございましたらコメント欄で教えてくださいね。それでは今日はウィニングストリークスのウルフバージョンやってみたいと思います。はい。はい。これもデノミネーションになってます。1セント、2セント、5セント、10セント、1ドルと2ドルから選ぶことができます。はい。はい。10ドル選んだんですね。10セントね。あ、ごめんなさい。はい、今回10セントですね。はい。掛け金は3ドル、6ドル、9ドル、15ドル。これ10セントですので、マックスが24ドルになります。はい。はい、3ドルです。はい、当たり。50ドルスタートです。はい、頑張りましょう。はい、Let's go! Go, go, go! この今、ウルフが動いたと思うんですけど、これは実はワイルドで、はい、プラス、ボーナスの時にとても必要なシンボルになります。わかりました。はい。ライティングみたいなもんとは違うのね。ちょっと違うんない?これね。はい。了解です。はい。で、これ一応30ラインというのがありますので、はい、ライン上で、このウルフが、ヒットしないといけないんですね。はい。はい。ウルフがワイルドになるって言いましたね。そう、ワイルド、はい。ワイルドプラスね、お金だったりね、何、お金をくれたりとか。数字が入ってたらその分もらえるのかな?そうなの、そうなの。それでヒットすればね。はい、ヒットすれば。はい。何か来てくれるといいんだけどね。ブルブルブルン、ブルブルブルン。なんか、ん?アライグマがかわいい。アライグマ?アライグマ?アライグマだな、かな?なんだろう。かわいいね。うん、ラスカルみたいなのがね。ね、いるね。で、これが、今ちょっとヒットして、はい。この、下のこの部分見ていただけたらわかるんですけども、はい、赤く囲ってある部分ですね。はい。まず一番最初にウルフのマークがあって、はい。で、その次にエニーウィン、エニーウィン、セブンスピンってこう、連なっていくんですけども、はい。まずこの、今、ウルフがヒットしましたよね。はい。で、これでボーナスのチャンスあります。で、2個目は、どんなウィンでもいいです。ウルフがいなくても。三つ目もエニーウィンだから、どれでもラインヒットがあれば、もうボーナスのチャンスがあります。おー、はいはい。で、もう一回、ラインヒットが来ると、今、上から来たんですけど、はい、これで今、セブンボーナスもらいました。ああ、はい。はい。で、またもう一個、ラインヒットがあれば、10スピンになります。ああ。はい。なるほど。前さ、インバーダーになったの覚えてない?あれ?皆さん分かったかな?うん。ちょっと難しいかな?うん。ですね。まあ、はい、とりあえずちょっと、10スピンですね。はい、10スピンあります。これも全くボーナスも同じで、一番最初にウルフが来る、ラインヒットが来て、初めてまたリスピンになっていくんだけど、難しいか。要するにラインヒットが、うん、ウルフが入ってるラインヒットがあれば、それがまず1ね。はい、で、次がエニーウィンが2回来ればいいのね。はい、そう、3回ね。あ、ごめんなさい、2回来るでしょ、うん、で、全部で3回ね、はい。そうすると3回目が7、フリースピンのボーナスがいただける。そういうことなんです。はい。続けてとにかくラインヒット、しょぼいね。36ドル90。続けてラインヒットがある限り、この10、15、20って増えていくってことね。そういうこと。わかりました。そういうこと。皆さんわかったかな?まあ、ちょっとしょぼいボーナスだったんで、実はこのままこれを続けて、はい。で、さらに100ドル入れたら、やっとで、まともなボーナス、そうなのが来ました。今、7スピン目。続けて、ラインヒットが4回来たってことね。はい。はい。で、来るかな?来るね。来たね。来ましたね。10スピンですね。はい。これ続けてこないといけないからね。これも大丈夫。はい。はい。15スピンです。次、どうかな?来たね。よし。はい、20スピン。はい。はあ、これはそうだね。はい。ってことは20スピンですね。はい。20スピンのボーナスです。なかなか揃わないもんだね。そうね。やっぱと、なんかこういう、はい、ウルフが、今のウルフがついたから、はい。はい。で、エニースピン、はい。あ、エニースピンじゃない、エニーウィンですね。これもダメもん。ああ、ね。そしたらまた最初からだね。最初からまたやり直し。結
構しぶといでしょ、このね。これは、今ウルフいた？いないよね。いないね。ダメだね。これ OK ね。うん。今ウルフいたでしょ？いたから。え、ウルフ、あ、ここで初めて。今ね。ダメだ。え、これ、これで大丈夫。いいんでしょ？いいの。今初めて。ここからスタート。あ、ダメ。これね、紛らわしい。あの、ウルフの、うん、あの、形あるじゃない。あの、姿の。姿は関係ないってことね。この、顔の白い、ウルフじゃないとダメなんだよね。これじゃないけどダメなのね。ごめんなさい。うん、はい。私一人勘違いしてたよね。みんなきっと分かってたよね。あ、そう、この、今、うん、このライン、あれもそうだった。はい、これ OK ですね。はい。次もラインヒットが来れば、7回になりますね。来たね。来ましたね。はい。セブンスピンにプラスされますね。次も来るから、はい、来たね。はい、来ましたね。10。どんどん揃って。これは来てないね。じゃあ10ですね。はい。お、なんかくれたね。15になりますね。おー、こんなこともあるんだ。ね。要するにラッキーフーチャーみたいなもんかな。じゃなくて何かを多分あのゲットしたんだと思う。こういうやつ。なんで？おー、そうなんだ。うん。ちょっと今分かんなかったね。うん。はい、2個目。ダメ。ダメ。ずっと続かっていかなきゃいけないからね、これね。はい、これ OK でしょ。1個目。はい、プラスあのお金とかももらえてるね。あ、そうだね。15ドルと10ドル。はい、2個目。はい、2個目。あ、3個目。OK。次。あ、大丈夫じゃない？あ、7個目。7個目じゃない。7スピンね。7個目じゃない。要するに4回まであの連続で、はい、あのラインヒットがないとダメなので、そう、で最初だけはウルフがいなきゃいけない。そう。了解。で、来なかったらまた最初から言えるし、そうね。でも同じ中も同じくそれが来たら増えていくってことですよね。はい、そうです。ボーナスピンがね。今この30ドルもらえたんだよね。これ OK じゃない？ 2 OK だね。1回でしょ。はい、2回。はい、3回はダメだったね。あ、ダメだ。386ドル？そうそうそう。なんだらかんだら言って。びっくりこいた。びっくりこいた？なんだかんだ言って結構いったね。いきました。サンドルベッドで。はい。すれば素晴らしいチョイスです。はい。栗はいつもいい機会選びますね。ありがとうございます。素晴らしい。はい。はい。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。それでは、ご視聴ありがとうございました。また見てね。またね。バイバイ。バイバイ。